こんにちは、トコチャンネルです。今日は見開きファイルを作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと電気タイヤ目がマッピー、あ、よしよし、いいや。32見開きファイルなので、こうやって作っていきたいと思います。老眼鏡、めっちゃ言ってうるさいなって言われた。老眼鏡何個だったの？ちょっと頑張って、そう、老眼鏡なしでいけると思って、あかんかったら新しいのですよいしょ。で、だいたいね、隙間は気持ち2、3ミリという感じで、よいしょ。本当にもうちょい、できた、もうちょい、した微妙な位置関係。そしたら、捨てちゃうんで仮止めします。そしたらこっちもね、顔目がぼやける。老眼鏡はどこだ、逃げないで。老眼鏡はどこですかと言いながら、あ、ちょっと狭く、ちょいと狭く、ちょいと広く、はい、よいしょ、はい、仮止めしました。そしたらセロテープで両面止めます。よいしょ。これ適当に眺めとってもらえばいいです。よいしょ。裏返して折り曲げる。裏返して、適当にやりすぎた。よいしょ。あ、これだなちゃんとここね、まあ、仕入れなきゃいいっていうぐらいなんで、厳密にビシッといかんくても大丈夫です。ふりじゃあ、そしたら、こっちでいこう。15ミリで、で、いきます。なんか斜めがちょっとずれたなんか突然斜めと、こっちの面ね、表裏決めて、好きに決めてもらっていいです。先にこの両面テープ貼る方が外側になります。あっ、びしちゃった。これね、ステップアップ式の時の見開きファイルの見本にしようかなと思って作ってます。実際はその時使うわけじゃないですけどね。よいしょ、よいしょ。で、あとここね、くっついてほしいと、これで下準備 OK。 そしたらしっかり圧着させて、ここをこうして、こうしてからよいしょ、
これヘラは何でもいいです。私はヘラはこういうふうにいろいろ持ってるんで、どれも好き、どれも好き。そしたらここに画用紙に持っていきます。ちょっと茶飲む。ちょっと喉がねカピカピになって痛くなったりするんですよ、困ったことに。もう一杯で張りちゃうんで、全部これ赤いんや。ここ斜めになってるな。ちょっと待って、この斜めのとこだけちょっとボン、両面テープついでにちょっとボンドつけとこう。でこれをだいたい私はさっきの 1.5 で貼るで、 1.5 よりはちょっと広めに多少は適当で大丈夫です。そしてここね、のりスティックのり塗りたい人は塗ってください。私このタイミングで塗ります。最初のね塗ってからでもいいんやけど、ビヒョーってくっついて離したりってそんなのめんどくさいな。正直全面に綺麗に塗ってこうしていくのに塗らな絶対あかんってことないってさ、適当でいいからさ、端まで塗らんでも一応真ん中らへんついときゃええよみたいな、この辺がねついときゃええよやでと私は思っている。そしたらよーっておっおっ剥がしていく。よいしょよいしょ、スティック、あ、ほんとつきた、いや手にくっついた。スティックのりののりがべちゃーくっついた。いやいや気持ちいい。いやそしたらこれをこのままにスパッとスパッと貼ります。そしたらお、なんかついてきた。しっかりね、圧着してもらうように。大体これでしっかりついてくれると思います。ほい。そしたら、こっちの面に向けて、いや、待って。私は15ミリ。15ミリぐらい出して突き抜ける感じかな。あれ上下ピッ、ここもここにくっつけてピューンと押したで、ちょっとはみ出す、ちょいはみ出す。これが 1.5 の幅で、これでペタ当てて切ってもらえば大丈夫です。それよりちょっと余分に切っとるけど、長めにね。眠っ、急に眠気が、やべえ。すると、しっかり
ついてくれるという。そう思った私、紙物始めた時にこれやっとる人なんでそんな意味あんのと思ったらめっちゃ意味あった。ちゃんとくっつく、先人の知恵は取り入れなあかんことですよね。それを何してんのって失礼すぎるやろと思いながらね、もうかれこれ5年近く昔の話。この両面テープに定規合わせて切っちゃえば、はい、テープの幅で切れてる。素敵やったね。よいしょ。あ、小ネタはないわ。小ネタ喋りながらやろうと思ったけどないです。あ、こうギリギリやった。あのまさみちゃんねだと思ったけど、それはライブで言うから、あのね、動画の小ネタにはしますよ。まさみちゃんネタって何って思うよね。こっちもね、よいしょっと10まで切って、あ、カット肩まとかね短いで、これが A さんやで、A2 の買ってあるんやけど引くタイミングを失ったの今。そして最後はここにちょっとだけ、ちょっとだけ残ってるから、ハサミさんでこの角から、この角から1ミリぐらいこっちに離して、こうやって斜めに切ります。いいな、ズーム使えるといいな。この角度は多少変になっても構わない。この1ミリが大事。1、2ミリっていうかな、あの角にねぴったり切る人もいるんやけど、上手い人はぴったりでいいんよ。ちょっとまだそこまでの微妙なコツがつかめてない方は、私みたいに1ミリだとこの厚紙の角が見えるほどみっともないことはないで、見えないために1ミリ見えるかな、ちょっとだけちょっとだけ残しとるっていうの。そうなんです。そしたらちょっと折り線をね、そーっとねギューってやると、あの画用紙破くとここで一気に「はい失敗終わり」ってなるので、そーっとね、明日カッターマットから外してポコッと穴開けたらもう終わりやでね。そこはちょっと優しく引いたかな、やっぱり引いてない、優しく引いて、それだけでもね折れるんで力いらないんで。ああ、まだ声がね全開じゃないんです。もうね、今撮ってる1月20日なんですけど、もう1月4日以降からずっと体調悪い。どんな1年なんやろ私。病院の先生面白くてさ、口の横がね荒れてきて、荒れると切れたもんで、先生にこれ言い悪いですかって聞いた。そしたらね、先生が、それはね、体調悪いとなるんやって。あ、そうか、ずっと体調悪いもんなって、いや、ずっと病院来てるやんとか思って、今気づいたんと思ってさ、私今診察受けて今体調悪いって先生気づいたんと思ってね、びっくりしたよ。先生薬出したるわ、軟膏出したるわ、出てないんです先生。しかもさ、なんか今大丈夫
大丈夫だ、今は大丈夫だけど、その病院昨日行った時にあのちょっとなんかヒューヒュー言っとんなと思ったの、喉が。だけどまあ外に漏れやん、自分だけ聞こえる音やんなと思っとった。それまで先生に、先生がこう、なんていうの、何だっけ、中村議員だおって、あの両耳手添えて聞こえませんみたいな時と、あんな感じで片耳に手添えてくるもんで、あの今自分が言った言葉が聞こえるのかと思って、咳はちょっと出ますって言ったもんで、僕は咳はちょっと出ますって大きな声で言ったら、またこうやって気にするもんで、何やろうと思って、ぜいぜいヒューヒューとか言わんのって言われたもんで、あ、自分にしか聞こえない音ぐらいではしてますって言ったら、僕聞こえるよって言われて、えって聞こえてるなら聞こえてるでいいやんと思いながらも、あ、たまにライブとかで猫いるって聞かれて、あ、私の喉って、あのたまに出て漏れてる時ありますって言ったら、先生が、いやそんなギャグはいらんって、いやギャグで言ったんちゃうってと思って、報告や報告と思って、症状のことで、なんかもう看護師さんたちがさ、みんなフフフフって笑っとって、うん、先生やと思いながら、でもそんなこと言うとるもんで、何個私忘れにやないのと思ってさ、仕方ない、家にあるあのオロナインです、教えてもらったでオロナインでなんとかしとるよ。でね、そう、胃が悪いのって聞いたら、あのこれでいいね、こっちでこうやって剥離して、ね、でこっちでこうね線つけるの、ピッタリピッタリって、これめっちゃ好きなんよ、これなかったら私困る、面白いよ先生って、先生って毎回言うと、ことあるごとに、ね、なんか二人で変なこと言い合っとるわけではないんやけどね、特に昨日おかしかったよ。はい、ここまでできました。だしここのね、隙間はね、これがいい、 2,3 ミリはこれがチャンス、貼り付ける両面テープ、こっち裏から貼ってやったり、しっかりこうくっつける、これで一応こんな形のパッコンを作ります。パッコンいらんで、どうしようかな、まず外に紙貼ろうか、カッチちゃん、1,2,3 この並びで貼るといいよっていうここはね、あの、5mm じゃなく5mm で貼ります。ここにメモが来た、並びはこれでやるね、ふう、これもね、あの、スリップのりでも両面テープでも好きなように貼ってくださいね。で、私はこの辺のペーパーに、まあ昔はスリップのりで貼り付けたので両面テープ貼ってね、めっちゃスリップのりいっぱいあるんで使わなかんねんけど、どうしようかなって今悩んだ気分的にはあのこの両面テープは好きですね、両面テープ行きたいですと思ったんだけど、うん、少ないな、うん、マイク、あ、今キューンって言った、喉がおかしいな、一応喘息の吸引にしといたいけど、お茶飲みます。とりあえずこれ2センチやんな、2センチ、上が分からんくなる、絵合わせしたら分かるよ、真ん中でな、上か下かな、よいしょ、2センチで貼りまする、
っと連れてったぞ。まあ、いいか。まず、いるかな。ちょっとだけねえけど。まあ、気になったら、ボンドでちょいちょいってとこかな。本当に眠くなってきてやっべえな。ちっちゃいと作ろうと思ったけど、特にちっちゃい。あんまりね、長い時間かかると大変になってくるで。両面テープも貼っとけばよかった。どうせ貼るぐらい見やんでも貼れる。そのとこ見やんでも貼れるもんね。しようかな。スティックどれにしようかな。僕と家やで真ん中だけ5ミリ入れて、もう両方にスティックのりしようかな。こんな感じにゃーにゃーにゃーと入れてね。真ん中ちょっとテケテケと埋まるかね。そしたらどうしよう。なんか眠気でクラーってするの。クラーってね、こうなるよね、模様的にね。そうだね、こうね、このまま貼ると。どうね、合わへんやん。なんか間違えとるよ。あ、ちょっと待って、また間違えとるよ。え、これ上やろ、上やろ。1、2、3。これがあったんやで。こう合わなあかんよ。え、どういうことそのままよね。え、裏って合わないんか。危なかった。 OK ね、はい、そしたら1、3から貼ってみようか。こっちから貼りたい。ちょっと待って、どっち見た、違うな、こうやな。だからここを取ったよな。ここを取ればいい、ここを取ればいいか。目がかすむ。あー、老眼鏡どこやったやろ。ここにないかな。お尻の下かな。どっかで見たような気がするけど、まあいいや。で、さっき取ったスティックのりはここでこうやってして塗ります。あ、嘘、ちゃあこっちに塗ったったらいいよな。どうせどっちに塗ったって一緒なんで、こっちに塗ったったらいいよ。こうやってね、難しいことせんの。
そしたらまあドアをピャーと取ってピャーと取ってよいしょ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 、ダメ、これが気に入らんけど、これはさすがに老眼鏡がないと見れない。あった、あった、予備の老眼鏡。これは老眼鏡がないとさすがに見えないから、ちょっくらキワキワを切ります。なんか、ね、ちゃんと切っとっても実際作るものとね違う時があるで、キワキワはね、慣れてない人はもうそのままにした方が失敗しないです。私失敗しないのでっていう人は切ってください。次ね、向きを確認しながら、次こっちね、こちらを割って行きます。同じようにね、ここにスティック塗り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 します。これもね、綺麗に端までと思うんでも全然いいです。よ、あの、ぶたぶた、あの、何しとん、私接着部分ね、端まで塗らんでも、ちゃんと端は全部両面テープはちゃんと押さえてくれてるんで、あとはね、だいたいこの真ん中あたりがくっつけばええぐらいの感覚で、であとは端から押さえていけば、はい、ぜひあたり、はい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 、この子で合ってる、ね、だから、ゆっくりしよう、糸剥がしてね、ここら辺が2センチでしょっていうところを狙うしかないのよ。こうやってちょっと解いて、2センチでしょ、2センチでしょ、もうちょいこっちやな、多分仕上がりは多分こうだよな。2cm 目がきてね、2cm、
目が消えて、でちょっとずつ開いたやんか。あ、ここ斜めになってたのね。わかった。それは直す。両面テープを剥がすコツはちゃんとあるんです。結構元まで剥がさなあかん。スタートは真ん中やもんな。思ったらめっちゃ偏ってた。しかも結構手前からやるな。それにちょっとショックやった。本当にこの辺まで剥がしてこないとちゃんと張り合うのよね、多分ね。この辺からこう開けるとね、開いちゃってんやけどね。曲げた時にやっぱ綺麗じゃないと意味がないんで、飛ばせた。ここはこういう風にね、角はこういう角ね、ちょっとこうやって押さえたると、仕上がりが綺麗に。ちょっと手で飛ばすけど、ね、ちょっとした一手間なんやけどね。これするだけで髪の毛がスッて馴染んでくれるっていう。別にこれでもね、これでもこうやってやればいいし、これでもこうやってやればいいだけど、これで、ね、どのね、これ手芸用で、これはどういたダイソーの粘土用です。すごく優秀です。スッキー。まあでも、こうやって見て、ここそんな変じゃないね。結構。広げるとね、めっちゃ広いやんと思うんやけど、多分、ここがちょっと斜めになっちゃうかな。そしたら、中いきます。中はね、どっちがいいかな。ちゃうんやけど、2枚です。どっちがいいかなって思っちゃうんやけど、こっちの方がいいか、真ん中にすんならないけどね。これにしよう。この場合こうやって合わせると本当に1ミリぐらい邪魔っていうか、ちょっといらないから、ちょっとだけね、切らせてもらいます。よいしょ、よいしょ、邪魔よ。この時はね、
自分の目視できる適切通りで行けるかなって見て、はみ出してないよねって、ちょっとギリギリかなっていう気もするから、本当に大きさ本当にわからんぐらい広い、1ミリもないぐらいね。こんなもん、こんなもん切って、これで中に収まるよ、ちゃんと中に収まるって確認したら、読めてくかな、って言いながら5ミリです。裏もね、好きなデザインペーパーマラマさん、眠い人は今ライブできるかな、寝て上がっちゃった、しっかりとこんなでかいのつかめ、飲み物はね、紅茶じゃなくて、今日番茶、夜番茶です。と貼ったら、なんか同じような貼り方、それで真ん中に2センチあるんで、この辺にね、適当に、まあ、とりあえず1センチじゃないか、1センチじゃない、1本入れときます。めっちゃくじかずつかない、でも喋るとね、声枯れてくるのよ、びっくりしたスマホの上に画面がピュッてなんか通知が来たで、で、ジャンと来て、でここどうしますかって話だけど、はい、1個で、5ミリの両面テープが通るので、今5ミリよりちょっと多めに開けて、まあ、ここにねあります、曲がり目に、キチューキチュー、変なとこでビロンと伸びた、そしたら先にしっかりバッチャバッチャしてます。あ、これもちなみにできます、手芸用とかではね、これもできないわけじゃないけど、幅的にちょっとね、鋭角がつく形になるんで、そしたらこのまま貼っていきたいと思います。
感じ。ほい。でしたら、はい、これで土台は完成でございます。43分もかかった。一旦ここで終わります。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。